よかった。目が覚めたみたいね。急に目の前で倒れるんだもの。びっくりさせないでよね。ちょっと、寝ぼけてるの？私の家の庭に決まってるじゃない。しっかりしてよね、まったく。え、嘘。もしかして、本当に分かってないの？ソン君ってば、どうしちゃったわけ？頭を打ったの？熱はない？自分が孫悟空だってことは分かるのよね。あんたに決まってるじゃない。っていうか、何なのよそのへ。ほら、これが証拠よ。鏡で自分の顔を見てみなさい。鏡を見た反応からすると、あんた本当に孫君じゃないの？でも見た目は間違いなく孫君だし、もしかして記憶喪失？あーもうどうしたらいいのよ。今はそれどころじゃないのに。ここにいたか。誰よ、この大変な時に。あんたはまさか16号なの？ねえ、セルに破壊されたはずのあんたがどうしてここに？もしかしてドラゴンボールで生き返ったの？16号まで復ちょっとセルに壊されて故障した時直してあげた。それは俺ではない。え？孫悟空にリンクしているもの、孫悟空の体ごと抵抗するというなら力ずくでも連れて行く。孫君、状況はよく分かんないけど、さっさと16号をやっつけちゃってよ。まさかどうすればいい。その肉体は孫悟空のもの、強度もそのままのはずだ。多少手荒な真似をするが、お前が死ぬことはない。安心しろ。殺すわけにはいかないから。まだまだ